こんにちは。ということで今日なんですけども、こちら見てください。じゃじゃん、有馬記念ということなんですけど、実はね、私昨日人生初競馬ということでね、有馬記念のね、これ競馬行ってきましたということで、そちらの動画はね別でアップしてるんで、まだ見てないという方はね、そちらの方まず見てください。僕のね動画下概要欄に載せておきますので見てもらいたいんですけども、ね、券をね、あの馬券を 何個か買ったんですよ。買ってまだねちょっと見てないのがあるんですよ。これ僕がランダムで買ったんですよね。っていうのも本命はこっちなんですけど、本命とは別にまだランダムで買ってた馬券があるので、これがちょっと当たってるのか当たってないのかね、ちょっと見ていきたいなと思います。そしてちょっと競馬をやってみて感想とか、今後ちょっといろいろね競馬とかギャンブル要素とかね、あのやっていきたいなと思ってますので、それについてねちょっと話していきたいなと思います。じゃあまずで、昨日のこれ有馬記念なんですけど、1位が10番のエフフォーリアで、2位が5番のディープボンドで、3位が7番のクロノジェネシスということだったんですよね。で、果たしてこれ当たってるのかちょっと今見たんですけど、まず1枚目、じゃじゃん。じゃあまずね1枚目、こちらです。じゃじゃん、10番、16番、7番ということで、これ結構惜しくないですか？これね、10番のエフフォーリアと7番のクロノジェネシスはもう的中してるんですよ。ただこれ16じゃなくて、あの、5だったらよかったんですよね。これちょっと僕タイトルホルダーにしちゃったんですよ。っていうのも僕ね、ちょっとね、まず皆さんこれ見てください。これメモ帳なんですけど、昨日のね有馬記念についてどの馬にかけるかっていうことをね、僕がかなりメモしてあるんですよ。でまずね、これ5匹のね馬の候補を挙げてるんですよね。これ10番エフフォーリアっていうのが、まあ第一優勝候補ですよね。で7番のクロノジェネシスっていうのが第二優勝候補なんですよ。で第3候補が僕ね、3匹いて、9番のステラベローチと16番タイトルホルター、そして5番のディープポンド。こいつがね、結局2位になったんですけど、まあ、要は1位と2位をもう固定して、で3位候補に9と16と5で張るっていうやり方だったんですよ。なのでね、これ3連複でも、これ7、9、10で、これ9がこれ16に変わってるか、5に変わってるかで3連複も予想してたんですよ。でこういう風に3連投もね、もういろいろやってたんですよね。で要はその3位候補っていうのが、その実際に今回2位だったディープボンド5番と、7番のクロノジェネシスと16番のタイトルホルダーだったと。でこれなぜこの番号にしたかというと、10番のエフフォーリアは多分最強なんじゃないかと思ってて、1位は確定にしたんですよ。で2位と3位が入れ替わる確能性あるから、最高と2位と入れ替えたのがこれだったんですよね。なんですけどちょっとね、あの5番じゃなくて16番にしてましたということで、これめっちゃ惜しいんですよ。だからそんな感じなんですよ。で次2枚目、こちらです。じゃじゃん、これです。これ7、10、16っていうことで、こっちはね、この3位の16を3位にしたまま1位と2位を入れ替えたバージョンなんですよね。まあこれもね、まあ外れです。で、そしてラスト1枚。これ16が3位候補で入れてるってことは、僕5も入れてると思うでしょ。じゃじゃん。入れてなかったんですよ。これもう何してんの、俺もう。ちょっとね、残念すぎる結果になったんですよ。僕ね、これ10と17と13ってこれガチで適当に選んだんですよ。これなぜお前こんなやつ選んだのかというと、いや、ワンチャン、なんかその、200円やし安いから、なんかその、あまりね、優勝候補じゃないやつを入れた方が、その倍率っていうのが跳ね上がるんですよね。要はその、当たりにくい方がさ、200円でもなんかたまにその、何万円っていう風になると思って、僕ね、ちょっと適当に買ったんで、これね、ちょっと残念ながら、外れました。ということで、いや、これ、結果、なかなか惜しかったんですよ、これ、ほんまだから。いや、だからね、今回僕ね、これマジで惜しかったんですよ。これ見てください、これ。19、7っていうのと、10、16、7っていうやつの、これ、9と7っていうのが、9と16っていうのが最高峰で、もう一つ最高峰が5だったんですよね。だけど僕5だけ買ってなかったんですよ。なぜ最高峰3つ上げてて5だけ抜くのか。で、しかもそいつが2になるかっていう、これ。めっちゃ惜しいでしょ。いやー、やってもうたんですよ。これガチで悔しい。っていうのが、私の今回の結果でした。ということで今回の結果、めちゃくちゃ惜しかったんですけど、全部外れました。もう悔しいわ。そう、いやー今回ね、ガチで悔しい。あのね、本当に悔しいっすわ、これ。マジで。だって、最高峰さ、これ、5番と9番と16番に上げておきながら、で、その、16と9番が2位になるパターンは買ってたのにもかかわらず、実際に2位だった5番のディープボンドの馬券を買わなかったっていう、これ、くそー、そんなことある？いやー、くそー、惜しいなー。
悔しいです。これガチで悔しいです。まあ、こんな感じですね。これが競馬の、まあ、面白さでもあり怖さなのかなっていう、まあ、人生初競馬にしては、ね、なかなか楽しめたかなっていうのが僕の感想です。はい、でここでねちょっと僕競馬について語りたいんですけど、やっぱりね競馬ってうまくできてますよ。これねかける側からしてもなんかそのなんていうのかこのギャンブルの特有のなんかこれアドレナリンみたいなの出るでしょ。やっぱりあの快感忘れられないんですよ、あのレースを見るね。わでしかもこれ万が一当たったらさ、じゃ次も当たるんじゃないかみたいななんかあるじゃないですか。でも絶対に胴元が負けることがないんですよね。その点やっぱりね商売上手いなって思いますね。はい、まあでも楽しんでやれたのはいいかなと思います。皆さんもあまり初めとかはね大金をかけずに、まあ、遊び程度でやるのをねおすすめします。そんな感じです。あでもねこれ楽しかったんで、次回もまだあの有名な競馬の時はねあのかけに行きたいなと思いますので、なんかこういうのかけてくださいとか、この日どうですかみたいなことあればね、コメントとか全然お待ちしておりますので、もうじゃんじゃんコメントしてください。で、あとね、確かね、僕ちょっと調べたんですけど、5月になんか、サツケ杯っていうのとか、なんか11月にもなんかいいのがあるらしくて、で、まあ来年のね、有馬記念ももちろんやりますし、もう皆さん一緒に競馬楽しみましょうということで、競馬好きの方ね、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。またねちょっとギャンブル系なんですけど、ちょっとねボートレースとかも今度ねなんか有名なボートレースの回があればねちょっと一回行ってみるのも面白いんじゃないかなということでね、まあ、僕大阪なんで結構住之江公園前とかその辺でやってるみたいなんでね、ちょっと一回有名な時にね行ってみたいなと思いますので、皆さん期待しててください。またね大阪でなんかカジノができるみたいなんですよ。なんかユニバーサルスタジオジャパンの近くにカジノができるみたいで、ちょっとそれもねこの YouTube でやりますので皆さん楽しみにしてくださいということで、まあこんな感じでした。まあ、有馬記念に関しては人生初競馬ということだったんですけど、かなりね楽しめたんじゃないかなと個人的には思ってますので、ちょっとまた次回やりたいなと思います。次回は絶対に負けないですということで、最後まで見てくださってありがとうございました。今後もいろいろやってきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねこういうことしてくださいとかあればコメントよろしくお願いします。また私 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、ぜひ動画下から概要欄のリンクからフォローよろしくお願いします。では